さんこんにちは。ほぼ毎日中国語、略してほぼ毎中の王です。今日はですね、1本目の動画として頑張ります。何喋ろうかな。今日の昼食はマックで食べたんですけれども、その時思ったのは、マック中国語でなんていうか分かりますか。ですね、マックはマイタンラオと言います。マイタンラオ、はい、もう一個、まあ、有名なのはケンタッキーですね。ケンタッキーはケンタッキー、ケンタッキー、ケンタッキー。でそれ以外、まあ、日本の代表的な和食のファストフードあるんですよね。吉野家結構店舗あるんですよ、中国で。上海も結構ありますし、まあ、その近辺の都市も結構あるんですけれども、吉野家を中国語で、吉野家と言います。吉野家、はい。まあ、一点補足なんですけれども、吉野家のそのセットはね、日本と全然違うんですよ。まあ味も多少違うかな。とにかくセットの内容は違うんですよ。コーラとか作るんですね、はい、お茶じゃなくてコーラです。コーラか他のソフトドリンクですかね。まあこういう感じで気軽に終わります。で終わる前にね、明日の宿題を出します。で宿題の内容はですね、今日はですね、マックとケンタッキーと吉野家の中国語の名前を教えたんですけれども、じゃあ明日はね、コンビニ、ファミマとか、ローソンとか、セブンイレブンは中国語でなんていうか、はい、それね、まあ調べなくてもいいです。気になったら明日見てください。はい、じゃあね、バイバイ。